トレバー・ジョン・バーンズは、イングランドのロンドンで生まれた、イギリスの地理学者、ブリティッシュ・コロンビア大学の経済地理学教授。トレバー・バーンズは、1983年に、ミネソタ大学で PhD を取得したが、これは、エリック・シェパードが指導した、ャジオグラフィー・オブ・バリュー・プロダクション・アンド・ディストリビューション・セオレティカル・エコノミック・ジオグラフィー・アフター・スラファという論文による、ものであった。 バーズは研究者としてのキャリアを空間科学者として歩み始めたが近年では研究関心は経済地理学史へ移ってきている。現在取り組まれているのは地理学における軽量革命の歴史、経済地理学における認識論的多言論、ロジャー・ヘーターと共に取り組んでいる森林の制度的、分析、創造産業などである。バーンズが共変に加わった。 ライティングワールズは地理学が建設の問題に目を向ける契機となり、メディアとコミュニケーションの地理学の研究者たちは広く、これを引用するようになっている。2014年にはイギリス学士院の通信会員となった。バーンズは空間と場所に関して鍵となる思想家と称されており、2011年にはカナダ王立協会フェローとなった。2012年、エレン・チャーチル・センプル賞を ケンタッキー大学地理学部から送られた。また、2019年には、経済地理学分野における発展への貢献が認められ、王立地理学会から金メダルを送られた。ありがとうございます。